はい、鎌倉アンティークス土橋です。本日はプリンスホテルパークタワー東京の、イベントの情報です。本物のコレクターが語るコレクションの楽しみということで、今日はブリキのおもちゃ博物館館長の北原照久さんに来ていただきました。はい、北原照久です、はい、来ていただいたというよりね、ここは僕のオフィスですから。そうでしたね。そう、君が来たんだ。あ、僕が来たんですね。そうなんですよ。実はですね、ここのオフィスはなかなか入れない場所で、はい、今日は特別に案内していただきました、はい、もうすごいコレクションがたくさん並んでるんですよ。そうだよ ね。このコレクションを一つ一つ説明すると、もう今日これで終わってしまいますから、今日はですね、イベントの情報なんです、はいはい、でですね、コレクションの楽しみということで、ボールルームという大きな部屋でですね、行われるんですけれども、今回のイベントのですね、ちょっと見どころというか、はい、そこら辺を聞かせていただきたいんですけれども。まあそうだね、コレクションっていうとどうしても変人だ、奇人だ、オタクっていうね、そういうイメージがあるじゃないですか、はい、ね、それをね、払拭しようと。なんと、そう、うん、コレクターは、はい、ね、情熱的、はい、ロマンチスト、うん、そして継続力がある、うん、働き者みたいなね。最高ですね。そうなんですよ、うん、だからコレクションっていうのは実はその人間しかやらない文化的な営みなんです。うわ、そう、他の生き物っていうのは生きるに必要なものしかこう集めないんです、うん、あ、そうですよね。そう、人間は食べるためにとかでね。そう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 、人間だけなんですよ、うん、こうそれがなくても生きてはいける、うん、でもそれがあることによってなんかこう人生が豊かになれるっていうね。なるほど。神様が人間に与えてくれたなんか特殊なね、うん、なんかまあ才能なのか能力なのか特典なのか、特典なのかですね。そうそうそう、だからそんな話を2人でね、ちょっとこう集めるきっかけになったことだとか、うん、なったものだとか、はい、で、あるもんな。あります。もう君はイギリス、僕は、はい、オーストリアだとかね、はい、うん、ちょっとそういうこう旅というかね、うん、そこに行ったことによってまた人生が変わったとかね、そういう話だよね。ありますね、そういう話ね。もう今からちょっとドキドキするんですけども、一体どんな話が飛び出すのかっていうのが本当ワクワクします。そしてですね、このパークタワーのね、東京の方では皆さんの受付ですね、ウェーブ、そして電話での受付が開始されているんですけれども、これからですね、このパークタワー東京でどんなトークショーになるかっていうのをですね、この概要欄に、ね、全部貼っときますので、リンクでちょっと見てみてください。楽しい話になると思います。いや、もう来てくれたらですね、なんかわかんないけど、うん、元気になったり、はい、あ、来てよかったなって思えたり ね、 ね、あ、面白いね、この二人はとかね。かそれからあと、こうよく僕は出会いっていうことをね、とてもいつも大切、うん、人生は出会いだよって、はい、うん、これは人だけじゃなくて物もそうなんですよね、はあ、だからそういう出会いの話だとかもね、うん、しましょう。そうですね、出会い、そして物の出会い、人との出会い、うん、これ全てコレクションに大切な分野ですので、皆さんコレクターの方結構多いと思うんですよ。今回ね、そういう方も来られるし、一般の方も来られると思うんですけれども、うん、そこでワクワクできる話をしていきたいと思います、はい、そして夢の実現のに向けてのですね、そういうちょっと感動的な話も出るかもしれませんので、はい、皆さんぜひご予約お願いします。はい、そして実はですね、北原館長は今 YouTube チャンネルを始めたっていう。あ、そうなんです、はい、ちょうど3ヶ月ぐらい前からね、はい、始めて、これ結構楽しくて、うちの倉庫のコレクションだとかね、はい、この部屋のコレクションだとか、うちの博物館だとかね、紹介していますんで、それもね、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、そしてマー君もね、はい、やってるよね。私もね、真似してね、徹底的にパクるということで、いい人の話は全部真似しようということで今回兄貴の真似をさせていただいてですね、 YouTube チャンネル鎌倉アンティークスも始めてみました。ぜひ2人の分のYouTube チャンネル登録お願いします。それも概要欄に後でリンクを貼っておきますので、ぜひ後でポチッとチェックしてくださいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、11月27日夜の7時から、プリンスのパークタワー東京で、2人の、ね、本物のコレクターが語るトークショー、ぜひ楽しみにしてください。では皆さん、よろしくお願いします。よろしくね、来てね、来てください。